はいどうも皆さんこんにちは、クラクラチャンネルのケイスケです。今回はですね、クラクラチャンネルタウンホール Q オンリークランのクラクラチャンネルドライと、あとタウンホール Q 新規入隊受付クラン夫婦がですね、ゴレホグ縛りの紅白戦、こちらを行いましたので、数日間にわたって何本かリプレイをお送りしようかなと思います。まず今回はですね、タウンホール Q 序盤の方のゴレホグ、こちらを見ていこうかなと思います。1本目のリプレイはタワさんの前回リプレイでございます。ゴレさんのゴレホグ、こちらの戦術を選択してくれたので見ていきましょう。まずはですね、5時方向ゴーレム2体を出してサイドカットを行っていきます。そしてウォールブレーカーで穴を開けていきましたら、ゴーレムを3体目投入していきまして、でちょっと少しだけ待ってババキンを入れていきます。はい、もうすぐ出てきますね。はい、このタイミングでちょっと遅めに出してあげましょう。早めに出してしまうとですね、ゴーレムよりもバーバリアンキングが先行してしまって、他の施設からターゲット取られてしまって、ババキンが相手のアーチャークイーンを処理する前にすぐにやられてしまうといった事態になってしまいますので、こんな風にですね、少しゆっくり遅めに出してあげる、こちらがですね、おすすめでございます。そしてですね、相手の援軍とアーチャークイーン、アーチャークイーンを処理していきましたらですね、ホグライダーを投入していきます。そしてですね、最初のゴレビズパートの段階でもう巨爆が3つ、出ちゃってるんですよね。なので今回はですね、タバさんもう一気にですね、ホグライダーを大量に投入していきます。サージからホグ対策、サージからホグっていう、ホグを、小出しにちょっとずつ足していくっていうテクニックがあるんですけども、そちらのテクニックはですね、前回対策ベース、もう空白が多くてですね、巨爆2連がどこに置いてあるかわからないような、配置に対してですね、ホグライダーをちょっとずつ小出しにしていって、ホグライダーを回していくっていうテクニックなんですけれども、こんな風にですね、巨爆が早い段階で見つかってしまえばですね、もう一気に投入しちゃって、もう防衛施設をどんどん壊してもらうといった感じでホグライダーを回していってもいいんじゃないのかなと思います。というわけで、喋ってる間にですね、タバさん、ヒーリングを一つ残した状態で、お掃除タイムといった感じになっております。というわけで、タバさん、前回、お見事でございます。いやー、うまいですね。ヒーローレベルは、重々と、そこまで高くないんですけれども、このベースから、全開を取ってくれました。それでは、続いて2本目のリプレイ、ボルサリーノさんの全開リプレイ、見ていきましょう。まずはですね、ゴーレム2体、すごいですね、一気に、ボーンと出しましたね。ゴーレムを2体、ボーンと出してですね、ウィザードを並べて、サイドカットを行っていきます。そしてですね、はい、こんな風にですね、サイドカットを行っていきまして、で、しっかりとですね、中の防衛施設も削っていきましょう。こんな風にですね、9時方向のちょいホグとかもいいですね。こんな風にしっかりとですね、削っておくとですね、ゴーレム、ヒーロー部隊が横殴りされなくて済みますので、ゴーレムとかヒーローがなんかもうすぐにやられちゃって、相手の援軍とか、あとアーチャークイーンが全然処理できなかったっていう場面はですね、この削りの部分が少し甘かったという、見解がありますので、なるべくですね、サイドカットはですね、横の施設をただ壊すだけでなくて、さらに壁の中の防衛施設も壊す。これを意識するとですね、ゴーレムヒーロー部隊がですね、すぐにやられてしまうといった事態、防げます。そして今回面白いのが、ジャンプ2つですね。ジャンプ2つを使って一気にゴーレムとヒーローを進軍させていって、巨爆スペースを一気に潰していくといった感じのプランになっております。そしてですね、もうホグライダー出した場所からですね、はい、5時方向見えますかね、ウィザード1体。こんな風にですね、もうホグライダー出したらですね、もうそこの施設、防衛施設以外の施設はですね、残ってしまうので、もうホグライダーを出したら、すぐにお掃除用のウィザードを出してあげる。これによって、時間切れのリスクがかなり軽減されますので、ぜひぜひお試しくださいませ。はい、そんな風に喋ってる間にですね、ホグライダーをどんどん回していきまして、で、巨爆の解除の仕方、2連を踏ませないように、ホグライダーを回してるっていうのが、このテクニックすごい上手いですよね。しっかりとですね、2連仕掛けてあるんですけども、ホグライダーが、巨爆を2つ一気に踏むことなく回っていって、全開といった感じになっております。はい、こんな風にですね、ホグライダーが、最後ですね、十字方向のエアスイーパーを壊しまして、あとはお掃除タイムといった感じになっております。というわけで、ボルサリーノさん全開お見事でございます。タウンホール8の時からクラクラチャンネルにいるんですけれども、やっぱりタウンホール9になってもうまいですね。はい、というわけで、今回はですね、タウンホール9序盤の方の、ゴレホグ、こちらを見ていきました。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。